イオンモール船橋は、千葉県船橋市山手一丁目に所在し、イオンリテール株式会社が開発、イオンモール株式会社が運営している、ショッピングセンター。イオンリテールが、イオンモールの名称で SC を新規開業する、初の施設となる。2012年4月25日グランドオープン。もともと、当地には、日本建て、鉄の船橋工場とマックスバリュ新船橋店が、 立地していたが、イオンが、イオン新船橋ショッピングセンターの建設を発表。当初は2008年秋に開業する予定であったが、マックスバリュー新船橋店の駐車場などの土壌から、六角ロムなどが検出されたことや、景気の低迷などから建設を延期。その後、開業時期が発表されるとともにマックスバリュー新船橋店の閉店を発表。 マックスバリュー新船橋店は2011年2月20日に閉店した。その後、2013年にはイオンタウンが新船橋駅を挟んで約250メートル東側にイオンタウン新船橋を建設。各店舗としてトモールの前身と同盟のマックスバリュー新船橋店もオープンしている。各テナントはイオン船橋店である。モール開業時点での専門店。 テナント数は158点。出店しているテナント全店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップレストランを、営業時間及び ATM を設置する金融機関の詳細は公式サイト、インフォメーションを参照。イオンでは12カ所目となるエコストアであり、既存店舗と比較して二酸化炭素の30%削減を目標としている。 建物の空調システムには、氷蓄熱を採用しているほか、1階食品売り場には、高効率 DC インバータ冷凍機、二酸化炭素を冷媒とした冷凍機が導入されている。そして、LED 照明の全面採用により、モール全体の97.6%が LED 化されている。さらにモール建物東側側面には、太陽光発電用のソーラーパネルを設置している。 モール4階5階の立体駐車場、屋上駐車場と平面駐車場があり、収容台数は2300台である。平面駐車場には、電気自動車充電スタンドが3機設置されている。詳細情報は公式サイト、駐車場のご案内を参照。バスは、船橋駅北口から船橋新京成バスの船35系統、県鉄循環で、日本立鉄前停留所が最寄り、 なお、行田団地方面と、金杉台団地方面から、有料の送迎バスが運行されている。受託は、行田団地方面が、京成バス市川営業所、金杉台団地方面が、船橋新京成バス。2012年7月21日から、千葉シーサイドバスの受託で、運行開始し、当初は試験運行のため運賃は無料であったが、同年9月21日から100円となった。 2019年9月21日より、受託会社運行経路が現在のものに改められた。バスの運行時刻、運賃、乗り場などの詳細情報は公式サイト、バスのご案内を参照。ありがとうございます。